キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の藤田恵子ですえ私は JCM の代表をしています JCM は子どもや中高生の教会における教会教育の分野で地域教会に使えています今やっていますのは本間会な知りたい念ということで聖書の教理について わかりやすく、また楽しく学ぼうとしているシリーズです。今日は二十八回目、えー。イエス様を信じたらどうなる。パートツーです。イエス様を信じたらどうなる。パ,、えー、パートツーです。 前回3つ学びましたが、今日は4つ目です。聖霊によるバブテスマについてです。聖、えー、霊によるバブテスマっていうふうに話したときに、多くの方々が聖霊のバブテスマというふうに、えー、まあ、ちょっと言ったりされます。そしてどちらかというとあの聖、ー、霊派というような人たちが多いかと思うんですが、この聖霊のバブテスマ っていうのと、聖霊によるバプテスマっていうのをちょっと聖書の中でごっちゃに考えてしまっている場合もあるんですが、今日のこの学びは聖霊によるバプテスマです。ではこの普通一般的にまずえっと言われている聖霊のバプテスマとは何かって言いますと、まず彼らはもうすでにイエス様を信じています。信じていますが、ある時神様のま聖霊の力を によってですね、異言を語るようになったり、また特別な霊的な体験を経験して聖霊に触れられたっていうそういう確信を持ったりするで、そういうことがあります。そしてそれがま言い方を変えると、あ、これは聖霊のバブテスマだとか、また、えー、セカンドブレステングって言って。 ま第2番目の祝福イエス様を信じた時に祝福をいただきましたでもこの聖霊のバプテスマを受けてもう一つ祝福をいただきましたっていうふうに、まあえー、考えているところがあるんですねところが今日学ぶ聖霊によるバプテスマっていうのはそういうことについての話ではないなぜかというとイエス様を信じた瞬間にどうなるという話なんですつまりイエス様を信じた時に 精霊によるるバブテスマを受けるんですねだけどそれは先ほど言ったようにイエス様を信じている人がある時わっと意見を語り出すとかある時すごい霊的体験をするっていうのとはちょっと次元が違うんです。ですから今日お話しするのはイエス様を信じたその時にあなたや私は精霊によるバブテスマを受けるまた受けたっていうことですね。で具体的にそれはどういうことなのか聖書を読みたいと思います。 1> えー、第1コリント12章の13節なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバブテスマを受けす、えー、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですと」とここに書いてあることですね。 えー、一つの体となるように一つの御霊によってバブテスマを受けだから精霊によって御霊ですから精霊によってバブテスマを受けるんですが目的は一つの体となると、ね、そして全てのものがこの一つの御霊を飲むものとされた、まあ、これは、まあ、全員の中に精霊なる神様が住んでくださるということも含まれると思いますがでこの違い分かりますかつまり 精霊によるバブテスマって、あじゃあ、その前に大切なことを言うのを忘れました。バブテスマという言葉。まあ、日本語で言うと洗礼というふうに言い換えたりしますが、そういうことじゃない。本当の意味はバブテスマに浸すという意味なんです。その中にどっぷり浸す、つける、全部使ってしまっている。上をちょっと濡らすんやで。 全部使ってるこれがバブテスマという言葉でその語源なんですね。だから、まあ、イエス様がバブテスマを曲げる時も全部使ってそしてあの弟子たちがバブテスマ全部使う。何でかっていうとイエス様が頭で体があるわけですね。で私たち一人一人真実なクリスチャン本当のクリスチャン世界中のクリスチャンは全てこのイエス様キリストの 体の中ににバブテスマされる精霊によってとということなんですねだから浸すってことその中に入れられるってことですよね。でそのことを言ってるわけですね。もう一回言いますよ。一つの体となるイエス様の体となるように一つの御霊によって精霊によってバブテスマを受けこれが精霊によるバブテスマということです。そしてこれは、えっと、世界中に 目で見えないたった一つの、まあ、キリストの体なる教会がありますそれは別にいろんな宗派に分かれてるんじゃなくて地上ではいろんな宗派に分かれていてもキリストの体なるたった一つのえっ、ー、とキリ,キリストの,からたった一つの体それは、えー、目で見えないけどたった一つで真実なクリスチャンはどんな宗派とか何とか関係なく全員がそこに バブテスマされる中に入れられるということなんですね。でえー、っとそしてここにバブテスマされてないってことはされてないってことはその人は救われてないイエス様を信じた人は全員がそこにバブテスマされるでこれが精霊によるよって創出されるんですよっていうことで精霊によるバブテスマということですね。では、えー、っともう一箇所聖書を見ます。 ヨハネ1章33節私もその方を知りませんでしたしかし水でバブテスマを授けるために私を使わされた方が私に言われました御霊がある方の上に下ってその上にとどま,まられるのをがあなたに見えたならその方こそ精霊によってバブテスマを授ける方であるまたマタイ3章11節 私はあなた方が悔い改めるために身立のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ですからバプテスマを授けてくれるのはイエス様なんです。聖霊によってイエス様の体に。 バブテスマを授けられるでもやってるのはされる方は誰かとイエス様ご自身ですそれはイエス様が私たちの罪のために死んでよみがえってくださったことによってそれをしてくださることができるということですね。えー、そして今度は「えー、聖霊降臨」まあ、ペンテコステの始まりのこ知るしとして聖霊によるバブテスマっていうのもありますでよくく覚えておいいださい最初の時です。 イエス様が天に帰られる時にあなた方はエルサレムにとどま,まっていなさい約束の精霊を受けますというふうに言われたんですね。で彼らはそこで待っていましたつまりその時までは精霊が人々に内住するっていうことはなかったんです。で今の時代に私たちがイエス様を信じるとどうなりますかということをお話ししました。そして 新しく生まれれるる神の子供とされるそして精霊によるバブデスマを受けるっていうことが一瞬にしてイエス様を信じてその瞬間に全部が同時に起こるんですねところがこの時時代は時間差があるんですそれでイエス様がその天に帰られてその後彼らが待っててそして 来たわけです、ね、じゃあその時のこの、えー、っとペンテコステのことについてちょっと読んでみましょう「人の働き」の2章の1節から4節五巡節の日になって皆が一つのところに集まっていた」すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き当たったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。 すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。で、この時は目で見える形で聖霊が来たよ、聖霊があなたの中に入ったよっていうことを神様がお話し、あの示してください。なぜか一番最初だからです。で、どんな風にか、ここにね炎の下みたいなのがね、みんなポッポッ,ポッ みみんなが火が火ついいたたって、ね、見て見ですね、まあ、時々絵で描いてるのを見ますがね、えー、家は燃えないんですかとかねなんか暑くないんですかって思ってしまいますけどそういう炎がパッて目で見えて分かるそして態度で分かる彼らが習ったこともない勉強したこともないのに知るはずもない外国の言葉で話し始めた威厳、まあ、ということはですね訳のわからない言葉ではないんです。 威厳というのは外国の言葉のことを言いますですからその言葉を理解できる人がそこにいればあこれはこういうふうに言ってますよって解き明かすことができるものなんですだけどそんな言葉を彼らは勉強したわけではないですね弟子たちはなのに突然その,その地方とかその人たちだけが喋る言葉でイエス様について話し出したわけですねでそれで明らかに が起こったそしてそれが精霊が彼らの中に入ったんだっていうのが分かる状態としてこう見えてきてるわけですね。じゃあもう一箇所読みましょう。の、え、のー、の働きの10章節節から46節ですペテ,ロがペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時御言葉に耳を傾けていた全ての人々に精霊がお下りになった。を受けている信者で ペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも精霊のたまものが注がれたので驚いた彼らが威厳を話し神を賛美するのを聞いたからであるはいじゃあここまでしましょうでこれはどういうことかっていうと違法人なんですねこの異邦人ってどこの町かと言いますと、はい、カイザリアのコルネリオっていう人の家でペテロが お話をしてた時にお話をしてた時に突然それを聞いてた人たちの中に精霊が下ったそしてペテロはここでですねえっと精霊がえっとね聖霊がお下りになったでそれが、えー、違法人にも違法人にも精霊のたまものが注がれたので驚いたっていうふうに書いてますので前は弟子たち イエス様の弟子たちが聖霊が下ったことによって威厳が語ったけども、今度はこの外国人の人たちも聖霊が下った。そしてそこでまた威厳を語って外国語でまたパーッと話し出したっていうことで、明らかに前回と同じです。でも、これは最初の時だけですね。印としてユダヤ人に聖霊が下ったよ。聖霊が内住したよ。そして今度異邦人にも聖霊が内住したよ。っていうのを。 周りの人がわかるために特別にそのように示された。ところがその後どん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 伝導していく中で、この精霊が入ったかっていうのが目で見える形で入るとかないですし、またあのその舌がポって出てきたとか、その信じた瞬間に遺言を語ったとかっていうのもないわけですね。そこにはちょっと時間差がある意味での変なまた時間差が出てくるんですね。ですけどここで言いたいのは。 精霊によるバブテスマと一般的に言われているのがこの精霊が内住したその印としてこのいろんなことが現れたんだっていうけども実はイエス様を信じた時に瞬間にイエス様も内住してくださるんですねそしてさっき言ったようにその普通の場合は威厳を語るとかそういうことが特別な経験があったとしてもその信じた瞬間っていうよりはそのあとの方がはるかに多いんですね。 そしてそれはなぜかっていうともうみ言葉が完成し御言葉で神様の真理が何なのかって福音は何なのかってみんなが理解できるようになった状態の中でそのことが起こったからもう信じたらないぞっていうことで分かるわけですね。でもそれがこのまだ聖書が完成していない最初のペンテコステの時とかまた違法人が信じるかどうか全く分からない時には目で見える印がないと他の人たちは ああこの方々にもこの私たちが信じている同じ神様の精霊が下ったと信じることができないから神様は特別にそのようなことをして下さったんです、えー。もう一箇所開ききますす人の働きの11章の働章節16節です、えー、これはペテロが他のユダヤ人のクリスチャンたちに説明しているところですね。 そこで私が話し始めていると精霊があの最初の時私たちに送るだりになったと同じように彼らの上にも送りりになったのです私はその時主がヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は精霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い出しましたとペテロが言いましたでこのペテロのこの証言を見ると 精霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように」と書いてるんです。ということは、えー、私が想像しますにコルネリオの家でも同じようにポッてこの下の、えー、と火炎の下のようなものが下ったっていうのが見えるような形で出てきたんじゃないのかなというふうに思うんですね。だからペテルも明確にそのことと 威厳を語ったっていうその2つのことがあって、あの時と全く同じだ。私たちにユダヤ人たちに聖霊が下った時と全く同じように異邦人にも下ったんだっていうことを神様が示すためにしてくださったんだなという,うに思います、えー。そして今は、えー、とちょっと話がずれますが、間違って欲しくないのはこの聖霊のバプテスマっていうのと聖霊によるバプテスマの 精霊によるバブテスマの違いといととうことですね威厳を語るとかなんか特別な印があることを「精霊のバブテスマ」というふうに言ってます多くの方がね。でそのことは別の言い方を変えると「えー、精霊の満たし」とか「霊的経験」っていうふうな言い方をするかもしれませんがとにかく同じようなそういう現象が起こります。でもそれと精霊によるバブテスマは違うということですね。 で精霊によるバブテスマ何度も言いますがキリストの体の中に私たち一人一人が精霊によってバブテスマされる中に入れられるということですよということですそしてそれはイエス様を信じた瞬間に起こるということですはい、えー、では次に5つ目です、えー、精霊がクリスチャンのうちに住んでくださる でここでちょっとねさっき内住するっていうことも言いましたけどもこの聖霊によってバブテスマはされたっていうことと別の意味です聖霊が私たちちのううに住まわれるということいこです皆さんは旧約聖書の時代と新約のこの人たちの時代と何が違うか分かりますか一番大きな違いある意味で一番大きな違いは聖霊の働きですね。 でなぜかというと、旧約時代の精霊の働きは、聖霊が下ったとかっていうような形を言うんですが、なんかこの、まだこの辺にいる感じですね。内住じゃないんです。この辺に精霊が下ってるっていう感じ。でも、その精霊が去っていくんです。まあ、あの、有名なのが、サウル王ですよね。サウル王に聖霊が来た。またサウル王から精霊が去った。そしてダビデに注がれた。 っていうふうにしてこう動くわけですね。でも、内獣っていうのは、この私たちの内側に住まれる精霊は動きません。イエス様を信じた瞬間に私たちの内に住んでくださいます。そして、私たちの内に住んでくださる精霊は出て行ったりしないんですね。で、聖書にこう書いてます。ローマ5章5節。 ここの希望望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。ね私たちに与えられた聖霊で。ローマ8章11節もしイエスが死者の中からよみがえら,れよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は」。 あなた方のうちにに住んででおられるる御霊よっててあなた方のの死ぬべき体をも生かしてくださるのです,いいですかちょっとここ分かりにくいんですけどイエスが死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方父なる神様はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって あなた方の死ぬべき体も生かしてくださるだから本当に御霊が内側に住んで私たちを生かしてくださるというふうに言っているんですまたガラティア4章六節そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ神御子の御霊を私たちの心にお使わしてくださいましただから聖霊はイエス様によって使わされたんです そしてその精霊がなければ私たちは天の神様を哀乳師お父さんということはできないということですね。第一ヨハネ3章24節「神の命令を守る者は神のうちにおり神もまたその人のうちにおられます」「神が私たちのうちにおられるということは神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです」と。 だから聖霊も神様でしょうね神様が私たちのうち住んでおられることは聖霊によって知ることができる。ヨハネ7章39節イエス様が言われましたこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるだから御霊を受けるんでね御霊をいただきます。ローマ8章9節けれども もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。ここでもね、すごいことが書いてます、ね、御霊がなければ、御霊がなければあなた方はキリストのものではない。だから聖霊が住んでなければ、つまり。 あなた方はクリスチャンじゃないというふうに言われていますですから全てのクリスチャンはこの聖霊をいただいていますいつですかイエス様を信じたその時にその同時信じると同時に聖霊が私たちのうちに住んでくださるということですねでは聖霊が私たちのうちに住まわれるということを別の角度から考えるとどういうことになるでしょうか 1> 第1コリント6章19節をお読みいたしますあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかつまり私たちのうちに神様である精霊が住まれるということは私たちの体はもはや私たち自身のものではなく精霊の宮 精霊の体になるんだよっていうこと。まあ、神様がおられるところっていうか、それをこう守っているところは宮と言いますよね。ですから、精霊が私たちのうちにおられるんだったら、私たちの体は神様の宮になるということですね。じゃあ、私たちが神様の宮であるなら、もう自分のものじゃなくて、私は自分自身のものです。自分自身の主人です。私がどう生きようが勝手でしょうっていうのは間違いです。 精霊が私たちのうちに住まれるっていうことは、精霊の宮ですから。私たちはもう自分のものじゃなくて、私たち自身が神様のものになったということなんです。ですから、私たちは自分の体を持って、神の栄光を表す。また、神がどれほど清い方であるかっていうことを表す必要がありますね。まあ、表すっていうか、汚れたところはきれいにしなきゃいけないっていうことですよね。 そしてあえて自分をけがそうとするようなことはできるだけ避けるでもし罪を犯してけがしてしまったとするならばそれをすぐにこう清,、えー、清めていくということが必要だと思いますはい、えー、そして実際に具体的な精霊が私たちのうちでどんなふうに働いてくださるのかっていうことはまた後の方の学びでやりたいと思います。今日は 精霊が私たちちのうに住まわれてる、ね、だから私たちは自分の体は自分のものじゃなくて精霊の宮だよっていうことをしっかり覚えておいてください。では6つ目、えー、精霊の証因ということです。証因っていうと何だろうかね明しって書いて、えっと、印鑑の因ですねで。これはどういうことかと言いますと。 まあ法律的なものだったりすると例えば何か文書書きました「終わりましたこれ私が書きましたよ」って言って印鑑をしますサインしますねそれが「証印」ってこ,とこれはもう「はい確かに終わりましたよ」もう完成しましたって言ってバンってでこれ以上も書けないですよね付け足すことはできません終わりましたよっていうふうにやったりするもんですねでその精霊によって承印される。 でこのことはちょっとあの難しいっていうか内容的に理解しにくいのであの、まあ、ちょっと詳しく説明していきたいと思いますが「勝因」というのには3つの意味があるんです。3つで1つの意味「はンこをパン」っ、ま、て、あまあ、簡単に言うと「反んですけどでも今の反んとは違いますよ。 当時はどんなものかっていうとなんかろうみたいなものでなんか火,を火でこうあぶるんですね火であぶってその、えー、封をするっていうかねなんかサインをするところにこうやってポタ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 ってなんか垂らすんですそしてそこにこの指輪ほとんどの場合は指輪なんですが指輪みたいなのでこう凸凹して印鑑みたいになってるんですねでそれでギュッてこうもう歯をつけちゃうそうするとここに書いてある形がパッて残りました これを持ってる人もし例えば私が藤田ですから。藤田の印をパンって押すとあ、これは藤田さんね。あの JCM の藤田さんがやったものだっていうのがもうわかるわけですこの印は一人一人全部違うものですから誰のものだってはっきり分かりますねそしてこれは何の時にやるか一つ目はもう終わりましたよこれは全部もう完成しましたよっていう印として サインするものまたこの印としてつけるものですねだからなんか卒業証書とかなんか特別な資格証であなたもうこれ全部終わりましたよっていう時にそういうので証書にこうピッてこう押すようなのがありますよね見たことありますかそういうものがありますそしてこれはどういう意味か救いは完成しました終わりましたっていうことを認める印ですもう救いは完全に終わりましたって言って印をつけます エペソ一章十三節にこの方にあってはあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞きまたそれを信じたことにより約束の精霊をもって承認を押されましたここに書いてますよね聞き信じたことによってもう終わったんだよということで約束の精霊精霊をいただいたという印鑑を押されているんですそして終わった 2つ目これはこの「勝因」っていうのは誰のものかというのの印です例えばえー、っと牛なんか、まあ、放牧してますよねそう牛のお尻の,あの足のかお尻のあたりかなブチッってこの、ね、焼印みたいなのを押しますよねあれ焼印ですけどあれも印なんですこれは誰の所有かっていうことを押しているわけです誰々さんのものです一匹どっかに迷子行ってもあ 夜勤があると、ね、書院があるとあ、これ誰々さんのものだねってわかります。それと同じように、聖霊によって、あなたは誰のものですかっていうのを承認されたと。とそれはどういうことかっていうと、あなたが神様のもの。神様の所有になりましたよっていうことで、聖霊によって承院の印をもらった。ということですね。えー、っと第二テモテ、二章十九節。それにもかかわらず。 神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分の属するものを知っておられる。で、ここですね、命っていう言葉があります。で、これはあの、ただの、えっと、例えば、富士田っていうのは半句で文章みたいでね、だから命って書いてるんですが、英語で見ますとシール、つまり、 松陰になっているんですねですからここでにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていてそれには次のような松陰がに刻まれています刻まれているのはなんて刻まれているかというと主はご自分の属するものを知っておられるという松陰を押しましたよだからこの松陰ということはあなたが誰のものである神様のものであるっていうのを 精霊によって記されたものということですねじゃあ三つ目です三つ目は、えー、松蔭は安全のためのものです開けてはいけない手紙などに松蔭をします、えー、ここにですねちょっと昔の手紙風なものをします昔は紙ないですねだから羊の皮とかなんかでですね多分紐も,も羊のかなんかね あの紐を使っ作っているのかもしれませんが、そこに先ほど言ったような、このローみたいなのをバーってやって、そしてここでピッて消印。ね、これは開けちゃいけません。まあ、多分開けていい人もいます。これはこの手紙をもらった人とか、あの、私が死んだら開けなさいとか言われたら、死んだら開けたらいいかもしれません。でも、今の段階で、これを開けたりってダメなんです。 これは開けちゃいけませんよっていう証印を押してるからですね。これはどういうことでしょうかこれは、えー、っとこのクリスチャンの救いは絶対に取られたり壊れたりしない安全ですよということを精霊によって証印してくださってるということなんですね。第2コリント1章22節。神はまた 確認の因を私たちに押し保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。もう救われたもう絶対救いを失うことがないっていう確認の因として私たちに精霊の証印を押してくださったというふうに言っていますね。えっと次に今3つの意味がありましたが天国に行くことと 体が贖われることの保証としての精霊。私が天国に行けますよ。というのの保証としての精霊もあります。第二コリント五章五節の後半ですが。神はその保証、かっ手付金として御霊をくださいました。天国に行けるよっていうその印として。保証金、手付金として精霊をくださいました。エペソ一章十四節の。 まあ前半では「聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと」と天国に行くことができるのの保証として聖霊が与えられています。そしてエペソ4章の30節の後半では「あなた方はあがないの日のために聖霊によって勝因を押されているのです」。本当にこの ね、天国にいつか行けるってこのあがないの人ために精霊によって押されているそして「承因されることは今と未来の安全のための印・保障です」ということです。えっと今現在も精霊がいるっていうことで救われてますよっていうことの確信もされます。そししててままた将来天国に行くことととができますよという保証としての 松蔭も押されているととうことです、ね、え言語では松蔭を「松因を押す」というこの言葉ですねあのいつも過去形で使われているそう絶対そうなる」っていうような形でのかもしれないちょっと私もあのギリシャ語とかこの辺が正確ではないんですが、まあ、ある書物にはその「言語では」 正印が押されたっていうのはいつも過去形ですから正印を押すっていうことはもう絶対そうなるっていうことで過去形で使われるということです。オフ松蔭ってどういうい意味ああ正印っていうのはな英語で言うとシールって意味や。えあのペタペタ貼るシールか せやな、単語としては同じやけど、せやけど、紙がないから、そういうふうに貼ったりできへんねん。え紙ちゃうかったら、どうやって糊つけんねんいや、糊も使えへんねんで。実はな、ろうそくってわかるわかるや。ろうそくみたいに熱を加えて、まあ、あるものを溶かすんや。ええー、で、そこにな、 こんな、あの、指輪みたいなハンコがあんねん。ハンコそう。そのハンコをぺちょって押すねん。そして、それに意味があるわけ。例えば、これはもう終わりましたっていうのと、これは私のもんやっていうのと、それから、これはもう絶対、絶対開けたらあかんのやって言ってやるんや。 うーん本なら「精霊の勝因」って言ったらどういうことになるんつまり「救いは完全でもう終わった!」っていうこととそれから「これイエス様信じた人は神様のもんや!」っていうこととそれからこの救いはに関して。 もう絶対やで,でもう誰もこれを壊すことはできませんっていうことやねうーんそうなんかじゃあ開けてほしないものにまあ承飲するっていうことやな。そうや。くまくんなんか開けてほしないもんあるんかいひあるで何実は。 何をうーんりオフの口を閉じようと思ったなオフのがクマくんより力があんねんからこんなシールは何の役にも立ちませんそうなんか神様オフの口を封印してください 封印はな精霊の封印は私の心にしてくれてんねんだからこんな口には封印しませんああ今日は僕の負けやないつも負けてるくせに何言ってんねん今日は、えー、精霊のバブテスマと言われているものと精霊によるバブテスマ っていうのの違いが分かりましたか？もう一回おさらいします。聖霊によるバプテスマっていうのは聖霊によって、えー、私たちがキリストの体にまあ、入れられたっていうことを言いますで、それはイエス様は死んだ瞬間に起こりますね。そして、今日2つ目に学んだことは聖、えー、霊なる神様がクリスチャンである私たちの心に住んでくださるということですね。 そして3つ目に勉強したのは精霊のということですねだから承認されてるってことは、えー、素晴らしいことですね。でこの3つで前回の3つ前回は「義と認められる新しく生まれる神様の子供になる」ということでしたけどこれでもう6つありますね。6つのことイエス様信じたらこの6つをいただけるすごいですね。でも これだけではまだないんです。来週もこのどうなるパート3が待っています。では、お祈りしましょう。愛する天の神様感謝いたします。神様あなたが私たちをキリストの体にバプテスト。バプテスマしてくださったこと、聖霊によってバプテスマしてくださったこと、ありがとうございます。 キリストの中にいることを本当に感謝しますまた私たちの心の内に聖霊なる神様が住んでくださること内住してくださり出ていかないこと本当に感謝いたしますそして聖霊によって承認されてることも感謝いたします救いが完成したこと私たちが神様のものであることまた私たちの この与えられた救いはもう絶対的なもので失うことはないという印として安全の印として聖霊によって承認されていることをありがとうございますどうかこの一つの一つの真理を通して私たちを強めてください自分一人で生きているのではなく私と共にいてくださる聖霊なる神様と共に生きることができることどんなことがあっても 救いを失うことがないということをしっかり知ることができるように助けてくださいそしてどうか救われているものとして本当に日々喜んで歩めるようにあなたが導いてくださいこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン